からということです。
いくつだと思う？45。おお大好き。45ってことは30数年前に出たってことは俺と同じぐらいになってるけど、45、ありがとうございます。来年になると63になります。うちの、あの生徒の女子中学生が先生30代とか言われてもうちょっと嬉しくなっちゃったんだ。先生絶対お世辞だと思います。絶対お世辞だと思うんだけど、でも45も嬉しいな。45も嬉しい。そうだよ、俺も53になるんですから。そうだね、ね、ね、ロックやってるとね、年取らないですよ。青春の時は15歳、永遠の15歳ですから未だに無精してますから。そんなわけないか。そんなわけないか。ね、あんまり下ネタを言うなと大輔に言われてる。いやそうなんですよ、バンバン。ほんともう勝てないじゃないですか。ね、俺尺で必ずお尻を出したんだよね、昔ね。あの ACDC のハンカチヤンカクが出てきたんで、あいつに負けちゃいけないと思って、あいつお尻出したんで俺前出しちゃって怒られたけどね。前を出すかとお尻を出せって言われて、それからお尻にしたんですけどね。ハンガスヤンがお尻を出した頃負けちゃってもうシャックは思い出がたくさんあっても語りきれたもんじゃございません。バッドシンエツはバッドシンのファンはこうナイトシャドウっていう、ハーフの暴走族をずらーっとみんな見に来たりとか、もう本当に一晩中話せるようなネタがたくさんあるので、今度、杉山とチキンシックの話をですね、一晩中話す、イベントを作ってもらえば一晩中話せるようになります。いいバンドもたくさんいました。マシンガンね、キングコングパラダイス、たくさんいましたね。いろんないいバンドが、フッサにはブルースバンドからラテンロックバンドから、みんなどこに行ったんでしょうね。何人かは死んだと言いますから聞いてますが、もうそういう年になってしまいました。生きてる限りは歌ってやろうと、生きてる限りはギター弾いたろうと思っておりますけれども、それでは、すいません、一曲、人の曲なんですけど大好きなんで、ちょっと一曲やらせてください。I'm not.